さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。美幌町教育委員会で文化振興を担当してます山本です。今回もよろしくお願いいたします。前回に引き続きリホールの舞台を紹介していきます。今回からはもっと詳しく紹介していきますので楽しみにしていてください。今回紹介するのはいいスポットです。えい、ピンスポットはとても大事なですね、照明の一つです。今回からは詳しく説明いただきますために舞台技術担当の牧田さんに紹介していただきます。牧田さん、どうぞ。お疲れ様です。牧田です。牧田さん、よろしくお願いします。します。じゃあこれから早速ピンスポットを紹介するためにピンルームに行きたいと思います。それでは皆さん、行きますよ、行きますよ、せーの、よいしょ。町民会館の管理として入りました。で、8年前に文化ホールの改修をやりまして、その時ビオールが立ってからこれを担当するようになったんですね。で、ここの舞台か技術の牧田さんからですね、これを教えていただいて、で、それからやっています。ありがとうございました。牧田さん、それではスポットライトについてご説明いただいてもいいですか？うちのピンスポットは2キロの玉が入っています。で、ピンスポットとは、1人1台が操作するものであって、例えば歌手であったり、お芝居の重要な人物であったり、ご挨拶の方だったりを、照らして動かすことができるスポットです。なので常に1台、1人が座って1台を動かしています。それではここの紹介をしましょう。ここに3本の棒があります。で、こいつをアイリスと呼びます。で、これがカッターと呼びます。これはダウザーと呼びます。ピンスポットには常にこの3本がついています。で、3本によって効果が違いまして、まずアイリスというものからご紹介します。で、アイリスとはじわーっと出すことができて、まあ、特に言うフェードインフェードアウトというものをします。アウトだと、で、フェードインフェードアウトには、決まりがあって、常に眉間から出して眉間から消すというのがルールです。フェードインどうぞ。フェードアウトどうぞ。はい、とても上手ですね。で、
それでは次、1本飛ばしてダウザーというものに行きます。ダウザーというのはぼんやりつけたり消したりするようなイメージなので、マスクインマスクアウトということをします。ではマスクインどうぞ。ふわーっとこう浮き上がってくるような効果ですね。マスクアウトどうぞ。はい、そして真ん中のカッターと言いますが、カッターというのはカットする効果があるんですが、本番の時では今あまり使うことがありません。カットインカットアウトというものがあるんですが、それも今はダウザーというものでやります。カットインカットアウトしてみましょう。 GO! カットアウト3枚 GO! そしてピンスポットには、効果によって色を足すことができます。まず生で出しておいて、生で出しておいて、ではじわーっとブルーになっていきます。どうぞ。それではじわっと生に戻ります。どうぞ。でこの効果には手でやってるのでバンってやっていきます。3倍 GO! 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 はい、動いてる人を追うものです。じゃあ、その手にかけていきます。で、出てきてください。で、センターに戻って。はい。相模さんは、僕が今まで見てきた中でも何本の指かに入るぐらいのピンスポットが上手です。マキタさん、坂上さん、ありがとうございます。それではちょっとだけ坂上さんに質問をしてみたいと思います。坂上さん、はい、ピンスポットをしていて、はい、一番気を使っているところはどこですか？気を使っているところは、まず最初出すときに肉に当てることですね。それが正確に当たるように最初に神経つけます。それと手で動いてる人、その動きに同調させる。遅れたり、先走ったりすると外れてしまうので、そういうところを当てると M 台無しにしてしまうんですので、そういうところに注意しています。Pスポットをしていて、嬉しいな、楽しいなって思ったことがありますか？そうですね、演劇とかですね、舞踊とか、そういう演者の方と同調してですね、瞬間が終わる瞬間、始まる瞬間、動き、それを同調、自分の気持ちと向こうの気持ちで同調したような時があるんですよ。そういうのはやっぱ気持ちいいですよね。今日はとっても貴重なピンルームに入ってですね、ピンスポットのご紹介をしていただきました。坂上さん、松田さん、どうもありがとうございました。皆さん、こうやって舞台は作られてるんですね。次は舞台の継ぎ物についてご紹介をさせていただきます。お楽しみに。それではさようなら。